今日のフレーズは When was your last haircut? どうも、みつきちゆきです。美容師英会話1日1フレーズということで、本日覚えていただきたいフレーズはこちら、 When was your last haircut? これ意味は、前回カットしたのいつですかって感じだね。前回いつ切りましたって感じだね、まあ自分が切ってる場合ね、担当してる人に聞くことはあんまないかもしれないけど、でもなんかすごい期間が空いてまたリピートしたとかさ、まあ当然新規の人には聞くよね。どんぐらい前に切ったんですか前回は。まあ美容師のカウンセリングするときは基本的に聞く言葉だと思うんで、しっかりこれを覚えていってほしいと思います。では発音の先生お願いします。 When was your last haircut? When was your last haircut?When was your last haircut? When was your last haircut? 一番いいと思います。一番重要なとこは、はい、最後来たのいつのとこなので、Last haircut をちょっと丁寧に言うといいかな。なるほどね。When was your last haircut? なるほどね。Last haircut。最後にポイントを置いて、ゆっくりというかはっきり、ね。はい。なるほど。When was your last haircut? じゃあ、これを踏まえて、はい、もう一回みんなで言ってみましょう、はい、When was your last haircut? When was your last haircut? ちょっと噛んだ OK かまあこれもね、違う言い回しあるんですけど、今回はこれで覚えてください。一番シンプルだと思うんで。で、まあこの最後のラストヘアカットを例えばカラーとかもね、パーマネントウェーブとか全部置き換えれば使えるんで、シンプルだね。 When was your last hair color? When was your last パーマ、カーリーパーマ言ったりとかね、でやれば前回いつしたかを聞けるんで、はい、これを置き換えて応用してしっかり聞いてみてください。ではまた明日お会いしましょう。バイ。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひお願いします。それではまた明日お会いしましょう。